船橋の J です。フェンダーフラッグシップ東京オープンおめでとうございます。本番前のルーティーンっていうのはですね、俺自身あんまないんですよね。ただいつもそう特別なその場所にこう挑んでいく、ですけれども、でもいつも通りの平常心というか、そういったことをそのキープするようには心がけてます。最近ハマっていることはですね、やっぱりこのベースっていう楽器のその奥深さっていうか、そういったものがやはり若い時よりなんて言うんだろう、身に染みてこう理解できるというか、もっともっと探求したいというか、そういった気持ちがあるので、いろんな機材そしてベース、そんな鳴りをねこう楽しむ、そんなことをハマってます。はい、そうですね、やはりこの3年間ね、エンターテインメントの世界、まあね、こういろんなことを我慢して、まあ、ライブもねこう自由にできなかった時間がありました。ただ最近ねやっとオープンになって、みんなの声がステージまで届くようになったので、そのライブででもぐっと、来ましたね。そうですね、まあ、無我夢中にこうベースを弾いていた当時のことっていうのは昨日のことみたいに思い出せるんですけど、今の俺がそいつに言えるとしたら、そのまま自分を信じて、突っ走っていけと、言えるかなと思ってます。まさに、今、言った通り、ね、自分自身のこう思いに素直になって、こう熱い思いをそのまま、ね、音楽に刻んでいくような、自分の夢に向かって突っ走ってほしいなと、その熱さの、その濃さの、分だけ絶対夢が近づいてくると、思ってますんで、はい、とことんやってください。本当にね、フェンダーというその歴史と伝統のあるその楽器、それをねこういった場所に、いろんな角度からみんなのもとへ届けていけるような、そういう発信基地になると思うんです。楽器だけではなくてカフェもあるしアパレルもあるし、でもそういったその音楽のフェンダーの、ね、その熱を、ね、感じれる場所に、ね、なっていると思うので、僕自身もとても期待しています。はい。